トリガーはアメリカ海軍の潜水艦、タング級潜水艦の一隻。艦名はモンガラカワハゲカの魚の総称、トリガーフィッシュにちなむ。その名を持つ艦としてはガトー級潜水艦26番艦以来2隻目。トリガーは1949年2月24日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1 9 5一年六月十四日に ロイエス・ベンソン夫人によって命名、浸水し、1952年3月31日に、艦長エドワード・イル・ビーチ中佐の指揮下収益する。ブラジルのリオデジャネイロ沖での成長訓練後、トリガーは母校のコネチカット州、ニューロンドンに帰還し、その年の残りは沿岸での活動に従事した。2月にカリブ海を巡航し、3月28日にニューロンドンに帰還。 1957年8月16日まで東海岸での作戦活動を継続した。その後、トリガーは原子力潜水艦のオチラスと合流し、北極海へ向かった。グリーンランド海北方の開氷下で10日間を過ごし、その後も何回かの開氷下の巡行を行った。9月16日から10月1日までトリガーは、ナトウ軍の演習、ストライクバック作戦に参加した。 その後イギリスのポートランド及びフランスのルワーブルを訪問しニューロンドンに帰還すると通常の作戦任務を再開した。1958年1月14日、トリガーはメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に入居し広範囲な回収が行われた。4機の高速ではあるがトラブルの多かったエンジンは3機の中速かつ信頼できるエンジンに換装された。 船体は2つに切断され、より大きく整備しやすいエンジンを収めるため9フィート延長された。トリガーは8月15日にニューロンドン沖で回復訓練を行った。1959年2月2日にニューロンドンを出港し、北大西洋での拡張作戦活動を開始した。トリガーはスコットランドのファスレーンを訪問し、4月後半に母校へ帰還した。 8月1日、トリガーは、新たな母校のサウスカロライナ州チャールストンで第4、潜水戦隊に加わる。9月後半から10月前半にかけて、NATO の演習、フィッシュプラに参加した。トリガーは、その50年にわたって、チャールストンを拠点として、作戦活動に従事し、1962年4月10日から8月6日、 1966年7月7日から10月29日、1969年10月7日から1970年2月2日までの期間、地中海に展開した。1964年1月6日から8月6日まで、サブセット、また、1968年1月3日から1969年6月6日まで、 新型のパフズパッシブソナーシステムを収納するための船体延長が行われた。1970年8月10日、トリガーは太平洋艦隊に合流するためチャールストンを出港して西海岸に向かった。途中モンテゴベロットマン及びアカプルコを訪問し、9月6日に新たな母港のカリフォルニア州サンディエゴに到着、第3潜水船体に加わった。 11月18日に、ワシントン州バンゴールに向けて出港、マーク48魚雷の試験で1ヶ月間を過ごした。1971年3月3日から6月7日まで、再び、バンゴールでのマーク48魚雷の選択試験活動に参加した。1971年7月から1972年4月まで、ハンターズポイント海軍造船所で、オーバーホールが行われた後、 ナヌースワンの音響試験海域への巡航を行い、5月25日にサンディエゴへ帰還した。10月17日、トリガーは最初の西太平洋配備に着いた。10月31日にクリスマス島を訪問し、11月10日にニュージーランドのオークランドに到着した。トリガーは第7艦隊に交流し、アメリカ、ニュージーランド、カナダ、 オーストラリア各国海軍の共同演習、ロンゴックス7に参加した。12月1日にオークランドを出港し、12月18日にスービック湾に到着する。1972年12月29日から1973年1月25日まで、トリガーは特別任務に従事した。2月3日にフィリピンを出港、香港を訪問した後台湾沖でのアメリカ、 カナダ両国海軍による合同演習に参加した。2月20日に横須賀に向けて出港。日本での修理作業の後3月16日に帰国の途に着いた。トリガーは4月5日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。6月25日にイタリア海軍兵士の訓練を開始する。トリガーは1973年7月2日に退役同日除籍され、 7月10日にイタリア海軍へ移管された。イタリア海軍ではリビオピオマルタの艦名で収益し、1986年2月28日に退役した。ありがとうございます。